い、こんにちは、ナオトです。岩崎です。みずきです。しゅんでーす。はい、もう、このチャンネル見ていただいている方にはおなじみのしゅんくん、おなじみ、もう2回登場していただいてるんで、はい、このしゅんくんが出てもらってるってことは、はい、みずきも加入したことなんで、オープニングムービー撮り直します。よっしゃ。さあ、どうですか今日は。暑いですよ。もう暑くて嫌ですよね。めっぽう弱いんで。まあ今午前中8時半なんですけど、ここからいろんなロケを回って、うん、で銀座の街並みで撮っていきたいかなと。はい、しゅんくんプロデュースで、で今回はいつものメインチャンネルプラスで、サブチャンネルも、あとはみずきの回の時のオープニングムービーとちょっと盛りだくさんで撮っていきたいかなと、はい、思いますんで、はい、ぜひ完成を楽しみに。あとはもう撮ってる姿とかもね、岩崎が暑さにバテてる姿もうバテてます。もうバテてます。おなじみの。まだ朝、まだ朝。ここ出勤してきた時からバテてます。なんでまだそんな暑くないでしょ。でも今日30度超えるっていうことなんでね、はい、しっかりと水分補給しながら行っていきたいと思います。さあ行くぞ。はい、というわけで今日はロケに行ってきたいと思います。さあ行くぞ。さあ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 、どうですか初のオープニング撮影。めっちゃ楽しみです。初か。しかもすごい晴れて暑くはなりそうですが頑張ります。はい、はい、もうベテランさん。アーチ。お前毎回それやんけ。アーチ毎回アーチ。はい、朝曇ってたのに。じゃあ楽しみましょう。ほいほい。さあ、来ましたよ。映ってますよ。はい。まだでも、1回、2回目と比べては暑くない。まだ朝だしね。暑くない。そうなんですね。うん、灼熱だった。でも、あやさんが一番ってことは、私が撮る頃も暑いかも。暑いですよね。人増えてる。ですよね。まだだって9時だし。もう溶けますよ、潔く。さあ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 、お二人の今日は黒と白で。はい。私、私服白が多いんです。じゃあ、変わらずの黒です。いいじゃない。長さん映さなくていいんですか。え、大丈夫。なんでですか。え、じゃリュックとか背負ってるから大丈夫でしょ。完全なんか秋葉っぽいよ。秋葉の人に失礼です。はい、まずは岩崎さんの撮影。はい、ここ初めて見ました。うん、しゅんくんががっつりと準備してます。岩崎さん、ファッションのポイントは今日は1回目と比べたらだいぶ痩せたと思うんで、うん、見よって感じ。見よ、痩せた私を見よ。見返してほしい。第1回目、第2回目でも多分第2回目がピークに太ってると思う。高校ストーリーがある。見よ。 OK、 行きましょう。さあさあ、岩崎の撮影始まりますよ。はい、うん、もうやっぱお姉様プロのウォーキングを見せていただいて学ばせていただいてます。さあさあ、今どんな感じで歩くかを指示を受けてます。見よ見よ。じゃあちょっとゆっくりめで歩きましょう。はい、1、2、3、4、走って戻る、走って戻る。どうすか、岩崎さん。眩しいっす。楽しんでる。定位置に素早く戻るのが素晴らしいですね。さすが。もうベテランですね。さすが、歩き慣れてる。3回目なんで。さらに、今よりもゆっくり歩く。表情いいっすね。本当ですか。まずこんな顔しないですか。たまにします。歩いてますよ。てな感じで、岩崎さん、本気です。あっち。かわいすぎですね。はい、はい、走って戻って。マジウケるっしょ。歩たすぎですよ。いや、気温が上がる前にね、早く走ってもらわないと。はい、さあさあさあ、どんどん行きますよ。はい。はい、行きまーす。はい、よーい、スタート。あ、いいっすね。あ、笑顔だ。笑顔ね。何もしないで、しかも無言で撮られてるって結構怖いっすね。あ、でもいいっす。そういう、動きとかもある。あ、一回撮ります。ありがとうございます。めちゃめちゃいいと思います。カメラが回ってる時はちゃんと目を開く岩崎さんです。さすがー。
プロプロですよ、ね、プロプロプロちゃんとオンオフを、うん、はい、大事にしないと。この後ミュージシャンもあるよ、任せてくださいいらっしゃい。はい、岩崎パート終わりました。とりあえず、はい、とりあえず終わりました。次の場所に移動したいと思います。どうした、意外と暑い。じゃあ多分ガンダッシュがガンダッシュが効いている。楽しい、まあ、3回目となれば慣れますよ何ベテラン感だし最後の羨ましいです。早くはなりたいなりたい、なりたい移動しましょう。はい、さあ、あ、そうか、カメラがあっちだから、ね、そう、はい、iPhone で撮影してますが、いつものすき家橋交差点です。今日人少ないです。あ、人少ないね。まあでも安定に警察にめっちゃ見られてる。ダンスやってた人もダンスやってた何してんのどうぞちょっと全然キレが何してんのこれ。さあさあ、東急プラザですよ。初です。初めて屋上行きます。そうそうそう、もう屋上にすごい、はあ、ロケです。天気も最高ですね。いい感じだね。この時間から屋上に行く人って暇かって。やめろやめろいるかもしれない、本当に暇つぶしが。あ、いない。お、すごい、わー、こっちかこっちで、ちょっと抜けがみたいな。すごい、いい感じだね。はい、銀座のど真ん中に、イエーイ、楽園めっちゃいいですね、うん、全然いないです。岩崎、岩崎、ちょっとこっち。どうですか岩崎さん何してんの。高所恐怖症ですか。若干自分の家のベランダから下ちょっとビビりますね。さすが高層マンション。高層じゃなくないですか12階どうですか銀座は。銀座って感じ銀座って感じ慣れてますね水木シーンですね。さあさあさあ回ってる。もう一回いきますか。今の後半に出てきた笑顔が。笑顔。ラジさんの回ってる。笑顔大事だよ。さあさあさあ。すごい撮影って。はい、行きます。はい。回ってる回ってるよ子供みたいな泳ぎが泳ぎの子供みたいな結構行っちゃってる人だ。目が回ります。こちら岩崎さんは休憩中です。暑い暑い目が開いてない。水木ちゃんが回ってるよ。知ってますよ。私も回りました。私も回ったの、はい、それ俺いなかったわ。しっかり回りました。しっかり回りました。しっかり回った。いいじゃん。楽しい楽しい楽しいすごい楽しいです。ちょっとアイドルになっちゃった気分ちょっとアイドルになっちゃった気分ですね。カメラがあってカメラがあって、うん、回ってとか今じゃないよちょうだいみたいな見て見て見てPV 撮影そうですそうです、 PV 撮影してる気分になっちゃいました。仕上がり楽しみだね。はい、はい、楽しみです何がどう使われてるか。確かに1秒とかだからねこのぐるぐるってなってるのそんだけ撮って一瞬すごいですよ。それであのオープニングができてると思うと超楽しみですよっしゃい。あとどこ何があと国際フォーラムでお礼とか。あ、そうですね、うん、あと店内とか。はい、どんどん気温も上がってきたから。あずーい頑張ろう。うん、怖い高所恐怖症ここ怖いです。ここ怖いです。国際フォーラムですね。お、歩いてるよ。めっちゃ歩いてんじゃん。かっこいい。
最後最後歩いてるね。早歩き早いですって想像の3倍さあどうでした、歩きましたね。歩きましためっちゃいいじゃん。なんか難しいですね、こう、うん、シンくんとこう、うん、歩いていくと追いかけちゃいそうになるそんな早いねさあさあ国際フォーラム今あちらで、うん、姉さんはガワチやばい、はい、こんな感じでだんだんこれ終わったらね、はい、サロンでラスト撮影です。撮影ですね。外がもう終わりそうですね。ね、屋内は涼しい。あっという間ですね、ほんと、うん、よっしゃ、じゃあ次行きましょう。ロケ終わりました、お疲れ様です。お疲れ様でした。はい、ヨセさんどうした。暑いですやばいね、灼熱ですね、うん、そんな感じでこの後はサロン内撮影頑張るぞ。よいしょ入ってもエアコンついてないんだろうな。いや、そうだね、空だったからね。電気を大切にっていつも言うじゃん。誰がですか。あなたが特に言うじゃん。それは自分家だけですオッケー、頑張るよ。はい、店内撮影中です。はい、さきちゃんいつもありがとう。たびたびすいません、ありがとうございます覚えてもらえるかな中結構何回か、3、4回は出てますよね。うん、5分になって、前の前の撮影と、これ今回と、とあとテレビか、あ取材結構結構、はい、あいやー、そうなんですけどね、それが休憩中の岩崎さんです水木撮影中ですね引いちゃいました。じゃあまずちょっと、はい、水木さんの顔はマスなので、顔を頑張ってありがとうございます取りつつ、はい、手元もする感じで、はい、OK です。あー、お疲れ様でした。ありがとうございます。お疲れ様でした。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。よし、はい、ということで、はい、無事アップしました。ありがとうございました。何時？結構聞こえてましたね。今4時過ぎぐらいじゃないですか。4時半。一日がっつり。そうです。4時半もっと行ってるでしょ。え、わかんないです。5時ぐらい。5時ぐらい。5時半。5時半。惜しい。はい、そんな感じで撮影の模様も皆さんにご覧いただいたんですけど、どうでした撮影は、ゆさいさんは。暑いです何回それ繰り返す今日多分暑いしか聞いてないから眩しい、目が開かない。前回の動画も、前々回のその撮影の動画もそれしか言ってないだから前回最後に次は冬希望ですと私は言いましたよだって水木が入ってきたから4月に、はい、それは夏になるやん。じゃ4月に撮ればよかったじゃないですか。そこまでのスケジュール管理ができませんすいません、すいませんすいませんでしたやめろ、暑いですもんね、でもね暑くて結構、ね、暑かったですね。やばいね、はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。水木も初の、はい、どう、めちゃくちゃ楽しかった消えそうな声いや、ちょっとアイドル気分になってた自分がいましたありがとうございます。いや、こちらこそはい、まあもうね、しゅんくんの動画はいつもかっこいいと評判なんで、今回もいい出来上がりになったんじゃないでしょうか。ということで、まだできてないですけど、この段階でははい、もちろん流れますはい、一挙続けてかな、メイン、みずきちゃん、サブちゃん、うん、の順番で流す。流し、じゃあそうしましょうか。はい、はい、できてると信じて、超かっこいいと信じてますんで、はい、プレッシャー頑張ります。はい、じゃあそれでは皆さんご覧ください、どうぞ。
のすごいかっこよかったですね。はい、はい、かっこいいですよ。かっこいい、絶対に、絶対にね、かっこいいし、かわいいね。はい、撮影の時点ではわからないけど素材しか知らない。どんどんプレッシャーなんで皆さんぜひかっこよかったとか、2人がかわいかったとか言ってくれると、コメント欄でくれると本当に嬉しいんで、ぜひよろしくお願いします。はい、まあ、前回の動画でも言ったんですけど、また概要欄にしゅんくんインスタグラムっていうのを話していただくんで、何か動画のご依頼などは皆さんぜひぜひどんどんよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあそんな感じでこの長友正和チャンネル と、サブチャンネル、サブチャンネル存在知らない人はもしかしたらいるかな。こそこそやってたのに、こそこそやってるサブチャンネル、長戸岩崎瑞希っていうサブチャンネルと、あとは長戸正和チャンネル、メインチャンネルの瑞希の回っていうのも今後もね、定期的にアップロードしていくんで、ぜひ皆さん今後ともよろしくお願いします。はい、そんな感じでどん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 ノットもっともっと盛り上げていきたいと思うんで、はい、皆さんの応援いつも本当に嬉しいんでね、ぜひぜひ今後もよろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあそんな感じでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。何プレシャス。ジュクお疲れ様でした。ありがとうございました。本当に助かりました。もう本当にかっこいい動画なってますね。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、じゃあお二人も視聴者さんに向けて、ええかんやで、ええかんやで、なんで関西弁、みよみよ、ちょ貴族が増してる。7キロ痩せたからみよ。お、さすが。腹出してきた。お、さすがです。はい、じゃあそんな感じでバイバイ。